はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第227回でございます。今回テーマはですね、2月はラストスパートの月というテーマなんですが、まあ、そこに書いてあるようにちょっとね、喉をやらかしてしまいまして、声がね、出しにくいんですよ。で、まあちょっとこの声で撮るか迷ったんですけど、2月のね、1週目で、ちょっとね、毎月、最初はさ、その月のポイントを話してますんで、喋りたいなと思って。で、ちょっとね、しばらく治んないらしいんですよ。少しかかるって医者に言われたんで、なんで、ちょっとね、今回こんな声なんですが、よかったら、最後までね、お付き合いください。で、まあ、2月なりましたと。で、ラストスパートの月っていう風に書いたんですが、まあ、もちろん受験生にとってはね、まあ、受験がまだ終わってない方、これから本番を迎えられる方は、ね、ほんとラストスパートになりますので、まあ、勉強頑張ろう頑張ろうももちろん大事なんですけど、一番は体調管理。受験当日に、体調を崩してない状態で、ね、いい状態で受験を迎えられるように、まあ、勉強と、あと体調管理を含めて、ぜひね、ラストスパート頑張ってください。で、今回は、どっちかっていうと、1年生、2年生の方の向けに書きました。まあ、いや、3月まで学校あんじゃん、みたいなね、感じもするかもしんないんですけど、まあ、大体2月の、まあ、来週、再来週あたりかな。まあ、遅いとこだと3月1週目かもしれないんだけど、に、学年末の最後の定期テストがありますよね。高校生定期考査か。があると思うんですけど、まあ、毎回いつもね、同じこと言っちゃってるんですけど、テストっていうのはやっぱりね、まあ、毎回大事だよ。大事なんだけど、例えば、まあ、夏休み前とか長期休み前のテストとか、で、ここの学年が変わる前、つまり学年最後のテストってね、すごく意味合いが大きいと俺は思っていて、例えばじゃあみんながね、じゃあどうしようか、中学校2年生にしようか。じゃあ2年生を例えに出していくと、じゃあ最後がいつもよりちょっといい感じでテストを終えることができましたと。で、そしたら3年生上がった時、学年変わった時って、やっぱりクラスも変わるしさ、環境も変わるから、ちょっとだけど、心機一転みたいな感じになるんですよ。それを気持ち的にね。で、そのじゃあ3年になってさ、最初のテストを迎えた時に、こう、まあ、テスト勉強するじゃないですか。で、当然学年が上がれば勉強は難しくなります。ね。で、勉強する量も増やさなきゃいけないと。で、中学3年生とか、高校3年生になれば受験生になるからさ、やっぱりそういった意味でもちょっと、なんだ、空気も変わってくると。そんな時に、じゃあテスト頑張んなきゃな、と。で、それが、まあ、やっぱり前のテスト結果って考えるじゃないですか。で、その時に、2年生がね、前半があんま良くなかったけど、最後がすごくよく終わったと。そうすると、その順位というか、いいとこのイメージで3年生を迎えられてるから、スタートの時のモチベーションというか気持ちが違うんだよね。それ逆に、2年生がずっとある程度良かったのに、最後のテストでこけるじゃんか。良くなかったとする。そうすると、その前がすごく安定して良かったのに、最後こけてるから、3年生の最初も悪いイメージで入っちゃうの。自分の位置というか、順位的なところがね。で、それって、意外と気にするんだよね。なんか深層心理の部分で気にしてるところがあって。だから、最後のテストをいい意味で終わらせる。で、できれば、いつもよりもちょっと勉強多めにしたなって。で、多めにしたなっていう感じ。ね。テスト勉強をたくさんしたな。それで、テスト結果が良かったな。結果がついてきたなってなると、これでもすごい相乗効果になる。頑張ったから上がった。だから、3年生でも頑張ったら上がるんじゃねえかっていうイメージがつくからね。でも、まあ、うまく結果が出なくても、頑張った。結構頑張ったんだけど、結果が出なかったっていう状態だと、もちろんね、あんだけ頑張ったのに結果が出なかったらもう無駄だわって自暴自棄になるかもしれないけど、でも、頑張った。でも、出なかったけど、頑張れたからさ、いつもより頑張れた自分はいたから、その自分信じて今回も頑張ってみようってひっくり返す、モチベーションをね、持っていけることは結構できます。も、なんだ、その、なんだ、周りの支えもちょっと必要になるけど、その面は。そう。だけど、一番きついのは、勉強をちょっとサボってしまった最後、気が抜けてしまってね、結構気が抜けるんだよね、学年末って。そう。で、気が抜けて勉強いつもよりしなかった。しなかった上に、やっぱり順位が下がった。ってなると、もうダブルパンチでね、自分のイメージがどんどん悪くなっていく、自分の中でね。で、それで新しい学年を迎えてほしくないので、そう、そういった意味で、もう最後のテストのために、ちょっとここは頑張ろう。で、さっきも言ったようにね、結
構、中だるみというかね、なんつうんだろうな、順位変動が起きやすいんだよね、最後のテストって。だから、もしかしたらみんながね、みんなの周りの子たちが、そういった子が出てきて、ちょっとね、たるんでしまうというか、いつもやらないっていう子も出てくるかもしれないから、ひっくり返すチャンスかもしんない。そういった意味で、最後、有終の美ではないけど、みんながね、今過ごしてるその学年の最後を、バシッと決めて、で、3月もテストないかもしれないからさ、最後ね、こうなんだろう、ゴールした後、ちょっと、なんか、いい感じでね、ウォーミングアップじゃねえな、なんだろう、体を慣らすような感じで3月過ごして、で、4月からね、こう、いいイメージで新しい学年を迎えてもらえたらなと思います。まあ、結局はね、勉強しろっつう話をしてるからさ、まあ、そういうことなんだろうって思うかもしんないんだけど、でもやっぱ自分自身もそうだったし、ね、いろんな子を見てきて、やっぱすごく大事なんだよね、学年末って。だからぜひね、ここのテストバシッと抑えて、いい感じで、新学年迎えるもそうだけど、そのみんなの学年をね、いい意味で終わらせてもらえたらと思います。はい、という感じですね。で、あと、ま、この声に関してなんですけど、最初にも言ったように、ま、今日ちょっとね、医者に行ってきて薬をもらったんですけど、ま、長くね、自分の動画を見てくれてる方は、俺よく喉を壊すんで、またやっちゃったのねって思う方もいるかもしれないんですけど、ほんと喉が弱くてですね、一回ちょっとこれになると少しかかるんですよ。で、いつも通り、少し良くなってきたら、まあ、なんだ、完全にね、声が戻んなくても、多分動画は撮ります。そう。ただ、今このダラダラジオを撮って、この状態ではもう声が全く張れないんですよ。動画の時って、多分みんながね、思ってる以上に俺結構な大声で授業をしてるんですよ。取材とか来てもらうじゃん。びっくりされるもん、みんなに。そう。あ、そんな声で話すんですね、みたいな。マイク使ってないからさ。で、声を張ると咳が出ちゃうのね。だからひとまず、その咳が出ない状態まで持ってったら、動画の撮影再開しますんで、まあ、言ってもね、多分火曜ぐらいにはいけると思うんだけど、いや、わかんないけどさ、医者には4、5日かかるかなと言われたから、土、日、月、火、水、5日だと水かもかかっちゃうんだけど、まあでも、火曜ぐらいには戻れるかもしれないんですが、もしかしたら悪化してちょっとね、動画の更新に滞るかも知れないんですけど、まあ、もしね、滞ってたら、喉なんかなと思ってもらえるとありがたいです。まあ、ちょっと早めに直すんでね、申し訳ないんですけど、ちょっと頭の片隅に置いといてください。まあ、体調崩してる俺が言うのもなんですけど、みんなもね、受験生は特にそうですけど、体調は本当第一です。1、2年生もみんなそうだよ。本当体が資本だからね、体調管理気をつけて、インフル流行ってるからさ、気をつけて、健康な状態でね、ぜひぜひ日々の生活をね、過ごしていってください。はい、という感じで今回はね、ハイチのダラダラジオ第227回、2月はラストスパートの月というテーマで喋らせていただきました。ほんとね、息苦しい声だったと思うんですけど、最後までね、お付き合いいただき、本当ありがとうございました。で、次回まだちょっとテーマ決めてないんですけど、またね、何か、来週はね、きっとね、もうちゃんとした声になってると思うんで、普通の声でね、なんか喋りますんで、よかったら次回もね、聞いてみてください。はい、ということで、今回はこんな感じで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。